モンスター・リッパーは、カナダ・アルバータ州カルガリー出身の女子プロレスラー。本名、ロンダ・シン。少女時代から地元カルガリーのスタンピードレスリングの大ファンであり、プロレスラーを目指し、ロサンゼルスにあるミルドレッド・バークが経営する、養成所でトレーニングを積む。その後、全日本女子プロレスにスカウトされ、来日。 松永隆会長により、モンスターリッパーのリングネームを名付けられ、1979年1月4日、マミクマノとのタッグで、タイジャッキー佐藤、牧上田戦でデビュー。佐藤からホールを奪い勝利で飾る。同年7月31日、佐藤が持っていた和は世界シングル王座に挑戦しダッシュ。そのパワフルなファイトスタイルから、日本の専門誌では、 女ハンセンなどと形容されたこともある。それ以降は1 0 0ラムを超える巨体を武器に、メキシコのリーを主戦場とし、日本、カナダ、米国、欧州を転戦していた。1980年代に、全女では、デビル・マサミ、ジャガー・ヨコタ、ジャンボ・ボリ、ミミハ・ハギ・ワラなどと交想を繰り広げ、1987年には、初代には世界女子王座に君臨。 多くのタイトルを獲得していった。日本ではジャパン女子プロレスに参戦していた時期もあったが、1991年に全女に戻り、ブルナカのアジャコングと構想を展開した。1995年、WWF と契約。バーサフへのリングネームでコミカルなヒールに変身し、アランドラブレイズから WWF 女子王座を奪取した。WWF では、 マネージャーのハービー・ウィップルマンとの恋愛アングルも組まれた。1999年からは本名のロンダシン名義で WCW に移籍。ナイトロガール・ビーフを名乗り、ナイトロガールズのダンスに侵入したこともあったが、短期間で姿を消した。2000年、WCW 対談と共に引退。日本で引退試合を望んでいたものの、2001年7月27日、40歳で、 死去。死因は今もなお謎のままである。2003年、カリフラワーアレイクラブの検証を受けた。また、日本でも全女が設置した女子プロレス電動に外国人で唯一殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。